クラウドさん、研究へのさらなるご協力をお願いします。引き続きバトルレポートのデータ提出をお待ちしています。いらっしゃいませ。何にしますか？クラウド？え？クラウドだよな？クラウド！大丈夫、同期のクラウドだよ。よかった、生きてたんだな。心配してたんだ、死んだって噂があったから。ちょっと待ってろ、カンセルたちも呼んでくる。ここにいろよ。知恵が？大丈夫？ああ。だって今。問題ない。先を急ごう。情報統制はどうなってる？抜かりなく、すでにウータイと共謀したアバランチによる犯行であるというのが定説になりつつあります。ウータイの動向は？今のところは何も。動いてくれればいいもの、あの臆病者どもが。うん、それならそれでいい。それと一つ気になる報告が。なんだ？パルマーからなのですが。チッ、放っておこう。分かってるよ、エアリスの救出が最優先だろ。ああ、失敗はできない。北条は重役会議に出席するはずだ。まずはチャンスを見極める。北条博士もあの中に？そのはずだ。どうする？敵情視察、そのための監視ポイントを探す。なーに、カッコつけてる。トイレの中からダクトに入るって話だろ。トイレはどこですかって聞きゃいいじゃねえか。必要ない、自分で探すさ。ティファ、中の方が安全だ。それはそうだけど、うん、まあそうだね。はあ、よかった、誰もいない。スラムのトイレを見せてやりてえぜ。
ダクトを探そう。これか。俺は見張りを頼む。だよな。私は行ってもいい？あんまりここに残りたくないから。わかった、俺が先に行こう。きっと無事だって。でもうち七番街のすぐそばだし、電話も繋がらないし。通信障害も起きてるって話だから、そのせいだよ。本当？多分。重役会の結果次第ではプレートの再建と町の復興を並行して進めることになる。どちらも我々都市開発部門が受け持つことになるだろう。そこでリーブ統括の指示により3年5年10年とチームごとに段階的な計画書を作成することになった。また忙しくなると思うが早急に進めてほしい。何か質問があるものは？なければ統括が戻るまで待機だ。わし見たんだ、廊下を歩いているのをしっかりとこの目で。不確かな情報をばらまくな。いやいやいや、こう目の前を通っていって、もうびっくりしすぎてちょっと痩せたんだから。やばいか。侵入者に関してはうちで対処している。でもプレジデント、わし本当にリーブ。はい、七番街の被害報告が出ました。倒壊した家屋の数が。暗いニュースは結構。
他にないのか。では7番プレートの再建計画について。再建はしない。古代史の協力が得られることになったからな。いえ、だからといって再建しないわけには。おばかさんね、ネオミトガルよ。約束の地に新たな魔鋼都市を建設する。ちょっと待ってください。我々はまだ約束の地の正体すら。北条博士、検査結果は予想通りだ。純血種だった母親より数値は下がるが、古代種と呼んでも差し支えないだろう。約束の地はいつ頃わかる？その件で提案がある。自発的な協力を強制的に引き出す方法を試してみないか。大事な古代種だ。壊さないように最大限の注意を払う。拷問なら私に任せて。戦場仕込みでよければ俺も手伝おう。肉体よりも精神的に痛めつけるやり方が私は好きでね。うひょ。方法は任せる。ただし母親の二の舞は許さんぞ。ああ、それに関連して考えていることがある。つまり古代種の繁殖だ。古代種の男が見つかればいいが、望みは薄いだろう。ソルジャーあたりから始めようかと。もちろん S 式自意識も試そうと思う。加えて、もっか私の興味は一種後輩にあってね。どうだろう、気になるだろう。うん。他になければ。プレジデント、解散とする。待ってください。どんな感じだ。白衣の男を追う。そいつが科学部門統括の北条だ。よっしゃ、うまくいったな。まずエアリスの居場所だ。案内させよう。だったら掛け合わせてみるか。どんな子供になるか。違う、まず吐かせないと。薬を使うか。壊れなければいいが。行くぞ。おう。What?